YouTube チャンネルです。越谷水辺の市の会場で撮ってるんですけれども、私たち出会いはこの間の久泉神社さんでのわざびと交流会の場で、なんかすごいご機嫌なお兄様おじ様つっちゃいけない、ね、お兄さんがいるなと思って、ちょっとこう声をかけさせていただきましたら、まあ、いろんな活動をやってらっしゃり、わざびと交流会にいたけど、わざびと代理という、代理です。私わざびとじゃなくて、はい、仲間が代理、仲間がわざびとで、はい、まあ、通称モーリーさんでいいのかしら、はい、はい、でも、モーリーさんですよね、モーリーですね、はい、はい、じゃあモーリーさんって書いてあるから、はいはい、モーリーさん、はい、じゃあわざ箱のことからちょっとご説明すると、はい、こちらのガイドブックで言うと、はい、かっくんさ、はい、前までかっくんのギター講座ってやってたけど、ちょっと私たち曲作りの方にシフトチェンジしたから、ギター講座ないのかなって思ってたら、ちゃんとやってる方が、そうですね、うん、その、どれだ、これですね、ネイビーブルーですね、ネイビーブルーってことで今回、音の8ギター教室、親切丁寧あなたに寄り添う個人レッスンなんですね。そうです、はい、かっくん、それ大事だよね、はい、そうね、やっぱり集団でギターって集団でやるともう大変なことになります。初心者って難しいってことを痛感しましたね、はい、うん、ね、はい、場所は、場所はコミュニティカフェ803を使わせていただきます。出ました、はい、カフェ803ということで、はいはい、じゃあ代理ということなので違う方、それがネイビーブルー、ネイビーブルー、ネイビーブルーさん、はい、そうなんです、ギター歴45年、はい、大ベテランの先生が、はい、へえ、10月7日、15日、11月4日ということで、はい、そうですね、これ各日、はい、2枠ずつあります、2コマずつですか、時間帯は、はい、なるほど、はい、もう少し空いてるかもしれないかな、一応4日が、11月が空いてて、うん、その前の2日間はちょっといっぱいになりました、うん、おかげさまで。11月4日はまだまだ大丈夫ですね、はい、あ、分かりました、はい、でもこれ、はい、アップされる頃に埋まってる可能性もありますけど ね、 そうですね、はい、はい、でもじゃあそのモーリーさんの活動としては、はい、なんかちょっと聞いたことところによると杉戸で、そうですね、杉戸高野台って駅があるんですけども、はいはいはい、はい、そこの駅前のくすのき通りっていうケーキ屋さんとかパン屋さんとかお店がある、まあ、浮かぶ、多分知らない、田舎の方ですから、地元の方はそうですね、よく知ってる、クスノキって本当にクスノキが両サイドに、うん、60本ぐらい両方あって、うん、で要は車が通らない通りなんで、まあ、自転車と歩行者だけの通りなんで、いろんなイベントやったりするのもやりやすい、町の行動なんですけどもね、でちょっとケーキ屋さんとかパン屋さんが並んであって、はい、まあ、ツイッターとかでこうイベントのところをこうアップしたりすると、秋田の方の方とかから、ね、今ね水辺の市の最中なんでプリンセスバービーさんがね終わったところですね、はい、はい、でそれで結構、はい、おしゃれな街ですねみたいなコメントが来て、え、ここパリみたいなこともおしゃれなことがあって、じゃあそんな結構街並みです、杉戸のパリに私たちもぜひ遊びに行きたいですし、遊びに行きましょう、まずは遊びに行かせていただき、はい、なんかちょっと、あ、私たちのこう需要あるかなってもしあったら、ね、はい、ぜひなんか演奏の方でもって、はい、ぜひよろしくお願いします、ね、はい、いや、なんかこのキャラが私の中でアックンに近くて、アックンって知らないですよね、紹介つなぎたいでもつなぎない方がいいって頑張る母さんが言って冗談です、うん、はい、今後ともねすごい技博がつないだご縁なの で、 そうです、ね、はい、これねコラボと言っても過言ではない、そうですね、ね、うん、はい、だから実はいろんな人たちともつながってまして、うん、実際いろんなイベント自体はいろいろやろうねって時にコラ、うん、コロナになってしまったんですけども、やりづらくなっちゃう、一応つながりとしては、うん、隣の久喜市の方でも、うん、ジャズだとかやってるメンバーとちょっと、うん、交流があったりとか、あと春日部市のジャズデーとかやってる、あそこの主催者の人たちとも交流があったりとかで、いろいろこうね、この東武線沿線で何かこうイベントが一緒にできたらいいねみたいな話を皆さんとさせてもらってますんで、沿線つながりましょう、ここでまた越谷がつながってきたってことで、いいですね、沿線つながりたいです
はい、しかしよくしゃべりますね。ありがとう。じゃあ私たちのライブの、ね、はい、準備もありますので、はい、これくらいにしますけど、はい、ぜひね、あの直接皆さん交流していきましょうということで、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ小さな胸破裂しちゃう。